言わんでも分かるわ。分かる分かる。聞いたらな。うん。はあ、まあ多分びっくりすると思いますよ。そうですね。じゃあすいません、よろしくお願いします。どうもオカルトコレクター田中俊樹です。どうも元カソバ職員の下田花子です。今日はすごいゲスト来てるな。いやちょっともうなビビり上げてんで。僕もさっきあの最寄り駅で、うん、でちょっと早めに着いたから、うん、喫茶店入ったらおったもんな。びっくりしたで。誰連れてきた。 誰っていうか、うん、重すぎるよ。それはこれはもうちょっとな、なんで来たんっていう感じで。そうやね。なんかあったん、こういろんなタイミングが。まあまあなんかちょっとあるところでたまたま、うん、まあちょっと紹介してもらって、うんうん、で、あ、不思議大百科出るよ言って、あ、不思議大百科出るよって言って。あ、まあでもノリはな良さそうやもん。ノリはええから。だからほんまにこれはあのオフレコというか、ええ、だから顔出しは今日はダメなんでしょ？そう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 。で、こういうだけで、はい、そうですね。すごいで。でも誰が来たはもう言わんでええんじゃ別に。言わんでも分かる。分かる分かる。聞いたらな。うん。はあ、まあ多分びっくりすると思うんですよ。じゃあすいません、よろしくお願いします。よろしく。やばすぎる。あ、なんで笑ってるの？あの、海外おられたんですよね。あ、そうなの。ロサンゼルスに住んでいるんだけど、今は東京にいるんだよ。あ、今こっちに？そう。あの、ゲタッチに呼ばれたの。ゲタッチって呼ばれてる。ゲタッチ、あ、ゲタッチです。すげえな。人脈やばすぎるやん。お父さん捕まってませんでしたっけ？あ、それはもうダメダメ。それはダメだから。わかんねえや。でももう、トップ芸能人やで。そうやな。そうだから今日どうする？その、一応さ、顔出しはちょっとあれやから。うん、まあ、本来出てもらいたかったんけど、さすがに、もう、レベルが低すぎやん。お父さん捕まってるしな。いや、あ、ひどい。身内犯罪者おったら出されへんから。あ、でもほら、トシもちょっと犯罪しそうな顔してるよ。いや、そうなんですよ。僕はね、いつか犯罪をするんですよ。何やねん。面白い。どうする今日。どうしようかな。だから、やっぱり、この方はね、うん、なんていうの、発言するのが面白いから。そうやな。やっぱり、ここで、まあ僕らの、まあ、得意とする会談をして、はい。それにいろいろ突っ込んでもらうと、一回はべこべでやったやんか。それを、うん、今日は逆で、うん、逆？うん。この方に突っ込んでもらおうと。うん。だから、あべこべを？いや、下田さんが、一番おはこのさ、うん、伝説の、恐怖の会談、ロックオンあるやん。それ、もう、フルで喋ってもらって、しっかりな。マジで？それを聞いて、ちょっといろいろ、突っ込んでもらえますかね。あー、楽しみ。ローラ、階段大好きなの。あ、そう、階段が好き。階段好きです。そうなの。ローラさん、階段好きやから。あー、行くか、じゃあ。じゃあもう、ちょっとさ。まあ、でも、うん、でも、申し訳ないですけど、全くブレへんからね。もうどんだけ来ても。ここはもう、プロとしての意地よ、ね。そう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 。じゃあ、全くブレへん。ブレなくていい、うん。全くブレへんで。もう、じゃんじゃん来てもらって大丈夫なんで。OK、うん。こっちはもう、プロとしてやってますんで。OK、うん。はい。一切ブレないんで。うん、全然、もう、全然やらへん。全然やらへんや。早くやってほしいな。ずっと言うやん。ずっと聞く体勢で、こう、前のめりになってるのに。ローラさんやぞ。これね、場所は言えないんですよ。始まってんのかい。俺が聞くんだ。これはもう言う。これも場所は言えないんですけどもね。まあ、とある田舎です。で、島です。で、その島というのは、まあ、昔、当時ね、すごい栄えていた島なんですけれども、まあ、昨今いろんなところでやっぱりこう人口減少というのは言われてますよね。で、どれくらい減っちゃったの？だいぶ減ったんですよね。結構ね、ああ、減ったな、っていうぐらい減った。そうなんだ。あ、昔もっとおったな、ぐらい、あったんやけど。それで、その島にですね、山の上に、山の上に、パチンコ屋さんがあった。で、そのパチンコ屋さんって、なんて名前？負けるな、いけ。パって、パって何？パっていうお名前だったの？それで、それで？珍しい。負けるな、いけ。パっていうね。名前やってるな。で、まあ、そこ昔は栄えてたんやけど、うん、まあ今は廃墟になってるのよ。
だからパチンコ屋さんの廃墟がその山の上にあるっていう。廃墟って何？廃墟がね、廃墟がありますね、okay. でその噛んだよね。まあ廃墟なんで、まあ、廃墟好きな人がやっぱおるわけよ。でそういう廃墟を、まあ、写真撮りに行くような人がその島の、若い男の子が一人まいまして、結構趣味でやってるんだよね。一人だけなの？一人だけで行っていたの？唯一ね、唯一の廃墟が好きな若いやつがおったのよ。で、まあ、その子はよく撮りに行ってるんですけど、ね、まあその子とあと友達ね、 A 君としますけれども、え、一人じゃないじゃん、ね、で友達がねいるんですよ。その子は廃墟が嫌いなの？この子は全然廃墟好きじゃないの、別にね。で、なんやけど、いや俺最近こんなん撮ってんねんとか言って、まあ写真を見せてくるんですよ。それって今撮ってんねんって言ったけど、関西の方なの？今撮らせていただきましたって言ったらしい。今、え、どっち？今撮らせていただきましたって敬語になってる、うん、そうなんですかって A さんは言ったらしいわ。なんか関西じゃない。うん、で、そういうことが続いてたんやけれども、まあそっからある日ね、そのいつも廃墟の写真を撮りに行くやつが、俺今度夜行かせてもらいますって。いつもは朝だったの？いつもはね昼間なんですよ。でその写真撮りたいので、あんまりこう暗かったらですね、なかなか撮れないんですけれども、あえて夜の廃墟に行ってフラッシュを焚いてっていう写真を撮りたいと、その子は言うわけですよ。なるほど。大丈夫かと。いやその昼間もそやけど、その夜ってやっぱりその動物とかイノシシとかもいるだろうし、危ないんじゃないのって言ったら、いやもう行かせてもらいますと。ここはハクビシンはいる？ハクビシンもいた。そうなんだ。イノシシもハクビシンもいたんだ。言ってました。ハクビシンもいた。そうですよ。大丈夫かと。ハクビシンも出るぞって言って。ハクビシンも、ハクビシンもって言ってたし、その写真撮ってる人も、ハクビシンもって言って。前聞かんかった。言ったらしいで。言ったらしい。でも俺は行かせてもらいますって言って。うん、で、まあ、行ったんやって。で、そしたら、その夜、もうね、深夜12時も回って深夜なんですけど、うん、あの、写真撮りに行ったやつから、その A 君のスマホに電話がかかってくるんですよね。ピロ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 、音がして。ピロピロ？ピロピロ言うてない。あの、ピロピロピロっていう音やね。ピロ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 って言って、自分で吹き込んでんねん。で、それを、着信音にしてんねん。ピロ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 。そうなんだ。変わってるね。それをな、ローラもやってもらおった。深夜にこうなってんて。えぇ、ー、と思って寝てたんやけど、誰やねん。あ、あいつやん。って言って。で、出て。で、出たら、はぁ、はぁ、はぁってなんかすんごい荒げてんねん、声をな。で、え、お前大丈夫かって言ったら、やばい、やばい、やばいってすっごい漁ってんの。漁ってるって。漁ってるってどういうこと？あ、すごい。なんでわかったの？焦っててん。すっごい焦っててん。で、お前大丈夫かって言って、どうしたんって聞いたら、大丈夫じゃないよ。って言ったらしいわ。あの、入ってきてる、言ってんて。大丈夫じゃないよって言ってんて。で、俺、ロックオンされたって言って。ロック、あ、何？ロックオンって言って。どういうことなの？ロックオン？うん。なんなんそれって言って。いやいや、ロックオンされてん。ロックオンってどういうことなん？いや、あの、マジで、めちゃくちゃやばいねんってこう、電話ですごい言ってんねんけど、ただ、もう夜やし、寝てたし、いやいや、わかったと、もう、とりあえず、あの、早く帰れ、お前って言って。んで、明日また話聞くから、今日はもう寝るからな、おやすみって言って、ブチって切るわけよ。で、切って、その、次の、夕方な、もう眠たいから。ほんで、夕方、なんかその A 君とさらにもう一人友達また呼んで B 君ってやつがおって、でそういうその二人と写真を撮りに行ったやつ、まあ、三人でこう集まったそうなの。でそのファミレスで話を聞くね。昨日のあれ何やったんと夜中に電話してきるんだ。いやあれマジでやばいねんって。で何があった、ロックオンって何なんて聞いたら、いやマジで行ったらロックオンされた。でそれがめちゃくちゃ怖かったっていうわけよ。ロックオンされるっていうのはあんま意味分かれへんと。全然分かんない。全然分かんないでしょ。分かんないでしょ。ローラも分かれへんよね。全然分かんない。でもだから、じゃあみんなで行こうやって言って、そこにって言ったら、そのロックオンされたって言ってたやつが、いやもう絶対嫌絶対嫌絶対嫌って言うわけよ。すごい怖いから、いやいや
いやいやいや、みたいな。もう A と B はちょっとおもろがってんのよね。ロックオン押されたから言ってるのは何やねんこいつみたいな感じでおもろがって、行こうや行こうやって。いやでも、マジで無理。マジで行かれへんって。じゃあお前嘘ついてるってことやなってで、たきつけるわけよ。ひどい男よ。ひどいね。ほんとひどい。共感を得れました。ローラと。で、それで、じゃあもう分かった。行くって言って、結局その日の夕方から夜にかけて、もう暗くなっている時間ぐらいに3人でまたそこの廃墟に向かうわけよ。車で行ったの？歩いて？歩いて。で、ハクビシンもおったって言ってた。そうなんだ。やっぱりハクビシンはいるんだね。イノシシは出なかったの？イノシシは出なかったけど、ハクビシンがね、2、3匹、こう、横通ったって言ってましたけどね。横通ったの？かわいい。んで、横通った。その、横通っただけ。やっぱ夜になったら怖いのよね。夜の廃墟って、で、しかも山の中やから。で、足場も悪いし。ガサガサとか聞こえるの？あ、それはね、全然ね、こう、シーンでしてる。そうなんだ。たまに、カサッ、うっって見たら、ハクビシンが通ってんねん。やっぱりハクビシンなんだ。んで、もうハクビシンはいいよ。で、パチンコ屋に、まあ、ついてんて。で、ついたらもう真っ暗よ。あ、パ、パだね、パ。そう、パ、パチンコ屋のパについたんよね。で、そしたらもうガラスとか割れまくってて、まあ、足場もなんか、やばいのよね。こう、こけたらちょっと怪我しそうな感じになってて、で、こう、なんか、ジャリジャリ、ジャリジャリみたいな、こう、ガラス踏みながらみたいな感じで行くわけよ。で、パチンコ屋さんのその、入り口まで出てきて、で、ここ入るんって言ったら、そこ、こんなかって。こんなか入ったら、ロックオンされるから。いや、なんやねん。もうええやん。いや、行こうや。って言って結構行くわけ。で、中に入ったら、そのまたパチンコ台のガラスが割れまくってて、もう床がまたそのバリバリなんよ。でも、バリバリバリ、バリバリバリっていうのは3人でこう。それって、ちゃんちゃんバリバリってこと？当時はすっごい出てたらしいですよ。すっごい出てたんで。知らないの？ CR ハクビシンってのがあってな。もうハクビシンはいいってさっき言ったのに。うわ、めちゃくちゃ出てたらしい。で、そのまま奥に行って、一番最後まで行ってん。で最後にまで行ったら、その、死ってこう言われるわけよ。あ、ローラも死ってしなきゃダメ？何なの？え、何言ってんの？いや、死、ちゃちゃ、よく聞けって言われて、え、とってよーくこう耳を澄ましたら、ローラだよー。ウィーン、カシャ。ウィーン、カシャ。ウィーン、カシャ。3人分、ロックオンされたらしい。それって、写真撮影しているんじゃないの？ほら、ファッション誌の撮影とか、そんな音してるよ。もう、80年代の SF のロックオンの音やったって。80年代のな。それで、3人が、キャーって言って、帰っていったっていう話ですね。面白い。いや、完璧にローラさんの勝ちでしたね。ハクビシンが横通ったって何なの?3匹。すごい。ハクビシンに引っ張られちゃってたみたい。いや、素晴らしい。すごい。ローラさんのツッコミ素晴らしい。ローラさんの勝ちです、これ。すごいな。パチンコ屋の店パって言って、言って、言うやん。うん、パって。やってみ。ほんまに。いや、ほんまに。やらへんやらへんやらへん。ほんまにほんまに。これは強すぎるで。これはすごいな。いや。あでもほら、ローラこういうツッコミばっかりしてるから、うん、自分が怖い話もし持っていてもうまく話せないと思うんだけど、どうやったらシンプルにお話ができるの？いや、逆になんか怖い話持ってないですか？うん、一つだけあるんだけど、ちょっと聞きたい、このまんま聞きたい、うん、あ、本当？うん、ローラが一人暮らし、うん、あ、今でもしているんだけど、うん、一人暮らしをしていた時に、お休みの時にね、ちょっと、ああ疲れちゃったなーと思って床にゴロンってなったの、うん、そうしたら見上げた窓のところに手形がポポポポポってついていたの、うん、で、あれこんなところに手形があるぞと思って内側からこう拭こうと思ったら内側じゃなかったの、うん、なんと外側に手形がついていたから、多分ローラストーカーされてた。とっても怖いと思わない？怖い怖い、怖いけど全然怖くない。明るいな。やっぱ話し方って大事やな。やっぱね、うん、負けです、ゲタさんの。そうですね。ええ、全然いいです。完璧なるローラさんの勝ちです、ね。全然いいです。はい。これローラさんね、はい、皆さん、本物だと思ったでしょ？
いや、でもほんまに声だけやと思うよな、マジで、うん、マジで似てる、マジで似てるな、うん、嬉しいすごいほんまに。これはね、実はね、うん、ローラのモノマネが超うまい人。そうなんですよね。あ、バレちゃったいや、ありがとうございます。なんかゲーム実況で、ローラの声真似でやってんねん、あ、で、僕な、見たことあんねん、それ。あ、そうなんだ、うん、あの、いらんことばっかり言ってたね、ローラで。あ、そうなんや、そういう面白いやつですねそうなのなこれ、あの、ちなみにいつからあの、真似してはるんですか、ローラの真似ってこと、はいはい、いつだったか忘れちゃったけど、もう気がついたらやってた。え、なんか他にもできたりするんですか。あ、芸能人はちょっと難しいんだけど、うん、アニメだったらできるよ。え、な、ちなみに、え、何が好きなの。知ってるやつじゃないと多分通じないと思うから。僕らでもあんまり間に分かれへんもんな、まあ、一番こう得意なあのローラの他に。得意ではないんだけど、うん、みんなが最近知ってるって言ったらもしかしたらスパイファミリーとか。あー、見てないわ。じゃあダメ映画ですよね。そう、見てないな。でもこれ、この動画見てる人は知ってるかもしれない、うんうん、あー、そうか、そうそう、じゃあちょっとやってみようかな、うん、お願いします。あのスパイファミリーの夜さんって多分すごくみんなが好きだと思うからちょっとやってみるね、うん、こんにちは、ヨルフォージャーです、よろしくお願いします。どうですか、これ多分似てるんや、多分似てる、めちゃくちゃ似てるんや、カメラマンの人が手を添えてもこうやって、うん、似てる、あ、めっちゃ似てる、似てるんや、あ、そう、ありがとうございます、嬉しいです。いや、ちょっと、え、分かれるんだけど、あの、ちょっとね、僕もローラやりたいんですよ、うん、なんかコツみたいなのあります。ね、喉をキュッてするの。え、それだけ。そうじゃあもうそれでいける、それで、そうなの、いけるいける、キュッてするってこと、喉を。そう、喉をキュッてするの、ローラだよおっさん、全然おっさんの、ただのおっさんやったなすごいな、こういう真似できる人って、うん、ゲーム実況は見れるってわけですね、ローラ。そうだよ、今もやってるんですよね。今はちょっとローラはあんまり知ってる人が少なくなっちゃったからやってないんだけど、うん、はあはあ、リクエストされたらやってるよ。へえ、じゃあまだ概要欄まだ貼っときますね、うん、あ、ありがとう、サービス精神いや、すごいな、めちゃくちゃ似てるよな、すごいな。ほんで、うん、なんやろ、そのローラかっこ声真似の人が、うん、まあ、今日来てくれてるやんか、はいはい、初めてやで、ここにそのここを借り出してからさ、うん、あなたが自主的に俺ゴミ捨てに行ってくるからってカッコつけたの。いやいやいや、初めてやで、びっくりしたで、ずっとやってるで。ちょ、あ、カッコつけだったの。いやいや、びっくりした、初めてやん。あ、トッシーはちゃんとそういうのをやる人なんだって思ったのに。うん、ほんまにあのやってますけどねこの粗大ゴミ、もう怖なっていいだわ早くもういける、もういける、もういける。ということで本日もご視聴ありがとうございました。2月の不思議大劇場は2月25日日曜日昼の部13時公演、夜の部17時公演になってます。今回の見どころは、初の配信ありません、ゲストは呼んでません、ほらやり、ちょっと怖いね、ちょっとワンちゃんね、やっぱり念がこもってるんやと思うのよ。エンターテインメントあり、ぜひとも皆さん会場でお会いいたしましょう。ぜひ来てください。来てねー。